We are here. WA Radio. WA Radio. 河瀬直美、アンドレア・ポンピリオン。宮古は何 しに行ったの？宮古はですね、撮影、まあ、撮影ちょっとした撮影それはね、成果でも何でもなくて関係なかった、ゆた神様つながりなんです、うん、これもう本当にあのフライト自体が奄美から沖縄に飛んで、沖縄から宮古に飛ぶなんて、飛行機がこうやってうまくつながってるなんて、ね、これも奇跡です、うん、でしかも宮古から翌日関空に直接飛ぶ便が飛んでたんですよ。うん、だから宮古はね、ゆた神様のもうそれこそ大神島っていう神様、うん、島自体が神様って言われている島があってですね、うん、そこに、もう90宮古島からまた船で行くんだ、うん、20分ぐらいで、うん、大神島、あの大宮神社の大きな神って書くのと同じ字なんですけど、うん、その島に、まあ、そこは信号もなければ車もないんです、うんうんうん、そういう島のところにゆた神様が5人いたんだけど、3人亡くなっちゃって、その2人が残ってて90歳、うん、もうこの人たちの、おばあたちのその神事を残しておかないと、もうその文化が途絶えるからって言われて、いやこれはオリンピックが終わってからしか行けないわって言ってたんですよ、うん、したらそれで行けたから、とにかく友達になりに行こうと思って。あ、じゃあそれも突発的に決めたの？突発的、はい、プランニングしてたわけじゃなく、全然、はい、あ、すごいね、うん、一人でそれも宮古に到着したら全然知らない人に会わなきゃいけないですよ、うん、でその宮古の島そのものに、いらっしゃる、こちらも非常に有名なゆた神様なんだけれども、うん、その人と奈良の私の知り合いの、うん、またその知り合いが連絡をしてて、うん、河瀬直美さんは今聖火を運んでいると、聖火を取ってるわけだから聖火を運んでいると、うん、でも宮古島には聖火が来ないと、うん、っていう決断をされたんで、宮古市がね、宮古島でゆた神様のところに会いに行く、ゆた神様にとにかく会います、そしてそこから大神島のおばあ、まあ、このレジェンドに会いに行くと。おばあがいるんです、うん、そしたらおばあに会える資格を、まずは宮古島のゆた神様の OK をもらわなきゃいけないわけですよ。そこをクリアしなきゃいけない。そう、うん、でも私その人が誰かもわからないし、うん、とにかく空港に行けば会えるからって言われて、うん、で空港宮古島まずのざまみに別れを告げ宮古に飛んだんですけど、宮古の空港で誰かなみたいなで、どこかな、宮古の空港でゆた神様に会える、が会えるって言って、そういう情報だけが来て、飛行場に来てると、うん、来てやけどどう見ても多分あの人やな、だけど男の人やな、 あれ、うん、でじーっと見てたら、で向こうも見て、目と目が合いですよねっていう感じで旦那さんやったんです。あ、旦那さんだよね、ゆた神様の旦那様で、で乗ってみたいなんで、乗ってで行ったら、もうそこから夕方ぐらいに着いたんですけど、夜中12時ぐらいまでずっと神様の神棚の前で、そのゆた神様とずっと向き合って神様の声を聞いてました。もう私あの昼前までざまみにいたんですけどと思いながら炎天下で撮影しました。もうフラフラになってですねでもそのなんか4時間ぐらいの時間の中で、うん、ゆた神様の信頼を得てですね、うん、分かりました、あなたが来た理由は聖火を宮古に運びできたんですねって、うん、言われ、うん、明日おばんのところに行きましょう、でまずは今のこの時間から神事のためのものを揃えなきゃいけないのでって、こういろんなところになんかどうやら電話してるんですよ、うん、夜中ですよ、夜中に電話してるの、うん、で朝じゃああなたは朝あのフェリーの時間があの8時とかやったから、まあ、7時とかにここに来てくださいと、うん、で、まあ、とりあえずこう行って
宮古の中心地のホテルにほぼバックパッカーみたいなところに泊まってですね、うん、はい、で寝てとりあえず仮眠ですねして朝起きて行ったんですけど、そこにはなんかその湯田神様のなんだろうな弟子みたいな感じの人がお迎えに来てたんですよ、うん、でそこにまた乗せられ、うん、で行ってで行ったらなんかもうタイやなんかヒラメやじゃないですけどいろんなこう果物やらがもうね揃ってるんですよ、うんうん、その多分ね弟子たちが揃えてるんですね、うん、でまず一個大事なのはあなたはつなぐ人だからこう木綿の反物は絶対用意しなきゃいけない、うん、でその木綿の反物を家探したら家探したらあったからそれを持って行きなさいと、うん、で島に渡りましたと、うん、でそしたら島に渡った途端に、まあ、私奄美じゃないですか、うん、ルーツが奄美、うん、は蝶々が神様なんですよ、うんうんうん、で蝶がブワー来たんですよ私の元にほう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 、で島そんな歩いてすぐのとこなんですけど、うん、ここビューっとこう歩いて行ったら、うん、顔のもうしわくちゃになってるおばあちゃんが、うん、うわーってこう寄ってきて私にブワー触るんですよ、うん、この人だったんですよおばあが、はあ、すごいすごいすごい、でそのおばあのところの横の隣にいるおばあの家からもおじいが顔出してもうほんまになんていうのかなポリネシア顔の、うんうん、もうシワのすごい綺麗なおじいとおばがいて、うんうん、まあ、こんにちはとかって言いながらその奥にどうやらその神棚みたいなところがあっ て、うん、でそこに連れて行かれ、うん、でそのおばあちゃんつまりの生き残りのおばあのユタの人たちに右と左からブワー触られて私、うん、とにかく触られて、うん、で宮古のそのクリアした、うん、有名な湯田神様が珍しいよっておばあたちが喜んでるって珍しいんだ、うん、もうすぐ分かるんですって嫌な人は、うん、でもなんかもう蝶々みたいに寄ってきて、うんうんうん、私に触れてくれて、うん、ちょっと泣きそうになって、うん、でおばあにあんた神様みたいねって言われたんですよ、うん、私にはアマテラスがついてるけど、うん、あんた神様みたいね言われて、でその山の上にこう大きな岩場があるんですけど、うん、そこまで歩いてって登っていっ て、でそこでなんかこうお祈りしていただいたんですけど、うん、その時にまあ奄美のどうやこうやとかなんやかんやとかも出てきますけど、うん、びっくりしたのが南は宮古のなんとかかんとかっていう口から勝手に出てきはるんですよその人、うんうん、南は宮古の道庫、うん、北はアイヌの道庫って言ったんですよ、うんうん、つながってるもんね、私明日アイヌの方に会いに行くんですっていうのがあってもうそこは決まってた、ね、決まってましたそれは行く予定もしてた、はいはい、それは北海道で札幌でマラソンのテストイベントがあったので一旦関空に戻って家で服を、うん、交換服を交換しなぜなら沖縄はめちゃめちゃ暑いですけど、うん、北海道はもう10度以上そっかコートを持っていかなきゃいけないので、うんうん、1回戻って服を入れ替えていくっていう予定はあったんですけど宮古島の大神島の山の上でアイヌっていう言葉が出てくるってすごいなと思って、うんうんうん、で、まあ、そこはこう終えてまた来ますちゃんと来ますって不思議だよ ね、 やっぱね不思議でしたやっぱそうなんだよね本当そういう体験、うん、できる人はするんだよね、ね、なんですかねで、まあ、アイヌ行きました翌日